お焦げは食品を調理した際に火や熱で茶色や黒色に変化した部分、あるいはそうなった食品自体のことである。ただし多くの場合には米を炊飯する際にできるものを指す。焦げという場合には食品以外の紙、布、板など火や熱で褐色、茶色、黒色に変化した部分を指す。かつてかまどで炊飯していた頃には焚き火や炭での火力の調節は難しく、 鍋底にご飯が焦げつくことも、ままあった。完全に炭化するまで焦げた場合、ご飯全体に匂いがつくこともあるため好ましくないが、鍋底がやや褐色になった程度のわずかに焦げた状態のものは、香ばしく、味わいがある。解析では最後に客が各自が使った飯茶碗を、洗うために、おこげを湯でふやかして作った湯等で湯漬けを作って食べる、という作法がある。 21世紀現在の日本では自動炊飯器が普及しているが火力調節が容易なこともあっておこげが出ることは少ない。しかしあえておこげを作るため土鍋などを使って炊飯する場合もあり IH 式のものなどでおこげを作る機能を備えた炊飯器もある。中華料理、特に四川料理には鍋どもえという料理がある。本来は鍋からかき取ったおこげをそのまま使っていた料理で 現代では米飯を乾燥させたものを使用している。揚げた鍋どむえに、人参、白菜、ピーマンなどの野菜や、エビ、豚肉などの入った餡をかけ、溶けて柔らかくなる前のサクサクとした歯ごたえと、香ばしさを味わいつつ賞味する。とりわけ餡をかける瞬間が、この料理の醍醐味であり、派手な音と立ち上る香りをアピールするため、料理店では、客の目の前の卓上で、 パフォーマンスとして見せるのが定番である。鍋どもえを乾燥させる方法は、食材として市販されているものは、天日で長時間乾燥させたものだが、家庭において、米飯を薄く平らに広げたものを、フライパンや電子レンジなどで乾燥させることでも、代用できる。中国において、宋の時代、南京の寺院において、城を作る当番だった、消防図が居眠りをしていて焦がしたことがきっかけに、 なったとされている。チェリーライスに添えられたタフディーグタフディーグとは、イラン料理の一品で、白米を調理する際に、鍋の底にできたお焦げで作られ、伝統的に客人をもてなすための料理として供される。チェローを炊き上げる際には米を半減の状態になるまで、茹でて、一旦取り出し、鍋の中に残った煮汁は捨てられる。鍋の底に薄いナーンや薄切りにされたジャガイモが敷かれ、その上に、 ハンニエの米を乗せ、少量の水と油を加えて、弱火で炊き上げると、チェローとタフディーグが出来上がる。タフディーグには、ヨーグルト、サフラン、パン、ジャガイモ、トマトなどの食材が加えられ、薄く切った野菜を鍋の底に敷いて作るバリエーションも存在する。鍋の底に食材を敷いて焦がすタフディーグの調理法は、スパゲッティにも応用されている。イラク料理での米の調理は、イラン料理のチェロの調理、 イラク料理の米の調理法における特徴の一つに、鍋の底に生じるおこげのハッカー化がある。料理を供する直前に、ハッカー化は細かく砕かれ、柔らかい白米と共に振る舞われる。ありがとうございます。